1, 2, 3, 4. One, two, three, four.
はい、お疲れ様でした。こちらの練習はね、コードチェンジに悩む方、なんかコードをね変えるときにもたついちゃうんだよなっていう方のための練習になります。で、その時にね、注意してほしいこと、コードチェンジのコツというんですかね、それを解説していくんですけれども、コードっていうのはね、ワンモーションで押さえるっていうのを最近僕言っています。特に F コードなんかだとですね、人差し指を押さえてからこっちの指を押さえるとか、2モーション、場合によっては3モーションとかね、そんな風になってしまいがちなんですけれども、それをこう一つの動作の中で押さえるっていう風に心がけると、そのねコードチェンジにかかる時間っていうのを短縮できると思います。あとですね、テンポに合わせて頑張るっていうことがすごくポイントになると思います。コードチェンジっていうのは結局ね、指がその形を覚えてくれてないので、こう時間がかかってしまうわけなんですけども、これをね一人でダラダラやってしまうと、やっぱ時間がかかることからなかなか脱却できないんですよね。これをテンポにこう合わせよう合わせようっていうね、頑張ることがその、指の形をね、こう覚え込ませるいい訓練になると思うので、こう多少早めぐらいの、テンポを設定してもらって、その中でこう頑張って、やることで、だんだんね指が形を覚えてくれるようになると思います。あとですね、このバッティングセンター式っていうね、この言い方で、やっぱりそのバッティングセンター、本来のバッティングセンターだと、球が来てるのにね、途中でそこを抜け出す人いないと思うんですよね。まあ、うまくならなかったとしてもね、やっぱり途中でやめないっていうことも大事かなと思います。1球2球外したからといってね、それをすぐやめるのではなくて、とりあえずこの1セット頑張る。その中で、こう、うまくいかない。ない、じゃあ次にね、次の球をこううまく打とうっていう風に、やっぱりこう向上心を持ってというかね、次頑張るぞ次頑張るぞみたいな感じで練習していくと、やっぱりそのうちねヒットを量産できるようになる、打率が上がっていく、最終的にはね打率 100% になるっていう風になると思います。はい、こちらの練習はね、まあ、2つもしくはまあ3つのコードで練習してるわけなんですけれども、たった2つのコードだけでもやっぱり最初は難しいと思うんですよね。でも2つのコードであれば、次のコードがなんだっけなっていうことがなくなるわけですよ。これを曲の中で練習しようとすると、このコードも出てくる、このコードも出てくる、あっちこっち行ってもう何が何だか分かんなくなってしまうんですけれども、たった2つのコードであれば次のコードのことを考える必要がなくなるので、それぞれコードチェンジを早くすることに集中できるっていうふうに思うので、ぜひねこの練習方法を取り入れてコードチェンジを克服してほしいと思います。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ではさようなら。